キングストン、キングストン、キングストンはカリブ海の島国ジャマイカの首都。ジャマイカ島の南東部の湾に位置しており、キングストンの背後にはブルーマウンテンコーヒーで有名なブルーマウンテン山がそびえ立っている。郊外を合わせると人口が約100万人のジャマイカ一の大都会でビジネス関連のホテルやビルが立ち並ぶ。 レゲーの故郷としても知られており、キングストンの貧しいスラム街であるトレンチタウンでレゲー音楽は生まれた。1976年1月にはキングストンで開催された IMF 暫定委員会で国際通貨であるアメリカドルの変動相場制が承認された。キングストンはニューキングストン、ニューキングストンとダウンタウン、ダウンタウンの2つの地区に分かれている。 キングストンの治安はかなり悪く、首都圏の人口あたり、殺人事件発生率は日本の平均の90倍に達するとして、外務省は注意を呼びかけている。1692年に起きたジャマイカ地震により当時の首都ポートロイヤルは壊滅し、その生存者や避難民の避難場所として、キングストンが1692年7月22日に創設された。 その地震の以前には、キングストンのあった土地は農業に利用されていた。地震の生存者たちは、臨海地帯に難民キャンプを設置した。この時、約2000人が蚊が媒介する病気によって亡くなった。最初、避難民たちは、バリー大佐のホグクロール、ホグクロールでキャンプ生活をしていた。1703年の海賊船団、ニックカタニア、ニックカタニアの砲撃で、 町は再び破壊されたが、その後成長を始めた。測量士のジョン・ゴフ。ジョン・ゴーフは、北通り、東通り、西通り、港湾通りによってなる格子場に基づいた都市計画を立てた。1716年までに、ジャマイカ最大の町となり、商業の中心地となった。政府は、ポートロイヤルに所有する土地の面積を超えない、範囲という規制を敷きつつ、 林海地区の土地だけを人々に売却した。次第に裕福な商人が、リガニー、リーグーニア平野の北の農場に住居を居始めた。1729年にウォルマー、ウォルマーの最初の無償学校が創設された。劇場が当初はハーバーストリート、ハーバーストリートにあり、1774年にノースパレード、ノースパレードに移転した。これらの学校と劇場は、 現在も存在する。1755年に統治者のチャールズ・ノールズ卿、チャールズ・ノールズは政府庁舎をスパニッシュタウンからキングストンに移転する決定をした。キングストンに近すぎる場所に議会を置くことは不適切であると考える人がいて、次の統治者が法令を撤回した。しかし1780年までにキングストンの人口は1万1000人に達し、商人たちは スパニッシュタウンからの行政主との移転を求めるロビー活動を開始した。キングストンの活発な商業により、スパニッシュタウンの存在感が薄くなっていた。18世紀末までに、キングストンには、レンガ造りの建物が3000以上建っていた。港により貿易が発展し、18世紀の多くの海戦の舞台となった。キングストンは、スパニッシュタウンの首都機能を引き継いだ。首都機能には、 農業、商業、加工及びキングストンとジャマイカ島の各地区を結ぶ交通のハブとしての役割を含んでいた。政府は観光庁をスパニッシュタウンからキングストンに移転する法令を成立させ1872年に首都を移転した。1962年にジャマイカ島の独立が認められた際もこの状態を維持していた。 1907年再び地震に見舞われ、800人が犠牲となり町のパレード、パレード地区の南側の歴史的建造物のほとんどが破壊された。この時、ビジネス地区中心部の建物の高さが18メートルを超過しないように制限された。町のキングストリートの建造物は、この建築基準に反した最初の地区である。1930年代。 島全体に及んだ暴動により、労働組合と労働者を代表する政党が結成された。町には、1948年に24名の医学生で創設された西インド諸島大学のモナ、モナキャンパスがある。キングストンのビジネス地区の中心部に再開発に大きな変化が見られたのは1960年代に入ってからである。当時の国際的なレゲーブームにより、 38万メートルの街のウォーターフロントエリアが拡張、開発された。開発により新しい店舗やオフィスが流入し、新しい金融センターが出現した、ニューキングストン。1966年、キングストンでコモンウェルスゲームズが開催された。1970年代には、経済状況が悪化したため暴動が頻発して、旅行産業が衰退し、 それがさらに島の経済に影響を与えた。2010年5月にギャング団、シャアパシ首領クリストファー・コーク容疑者の逮捕作戦が行われ、キングストン市全域に非常事態宣言が発令されたほか、73人以上の死者と500人以上の逮捕者が出た。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。